実はその時奥さんはうどん食べました。あ、本当に。はい、で僕はあの唐揚げ定食。唐揚げ定食もあるんだ。フードコートにすごいね。唐揚げ定食食べました。もうやっぱ何でもあるんだね。はい、うん、唐揚げか。今唐揚げと聞いたら唐揚げが食べたくなる。あのね、あ、僕の家にはあの、うん、あの揚げ物はしないんですよ、家で。家では。そうそう言ってたね、やっぱりね、はい、うん、だから外に行くとちょっとこう家では食べられないね。あれあれ、でもてっぺいさんとこ、ごめんちょっと間違ってたらごめん、フライヤー買ったって言ってなかったっけ。エアフライヤー、ね、エアフライヤー、うん、え、買ってなかったっけ。買いました、エアフライヤー。で買ってその後の話してなかったの。はいはい、エアフライヤーはね、あれフライじゃないです。あはい、ちょっとそういうことに気づきました。全然騙された感じ。あのね、うん、正直言うと、うん、知ってたら買わなかったです。知ってたら、はい、でもすごい研究して買ったって言ってたじゃないですか、いろいろ見て。そうそうそう。なんだよ、あのシンガポールの生徒さんに騙されました。え、はい、じゃあそのフライヤーもう使ってないの？売っちゃったとか。1ヶ月に1回ぐらい、あのフライドポテトだけ。フライドポテトだけ。フライドポテトだけやってるんだ。うん、そうそう。ああ、寂しい結果になりましたね。はい、ただね、そのフライドポテトも別にティファールのフライパンで作れますよ。言っちゃった。はい、だって言っちゃいました、ね、そういうフライドポテト、うん、冷凍のね、フライドポテトは、はいはい、あるあるあるね、冷凍で。ちょっと油がついてて、うん、あの、うん、フライパンでこう、まあ、グリルすれば、まあ、時間かかるけど、そうそうそう、そう、ね、もうやってできる。そう、そうか、じゃあ、もしかして買わなくてもよかったパターンですか。あ、全然よかった。あ、本当、うん、それ聞いたら私ももう買いたくなくなるね。買ってないけど。あのね、あの、もし、あと、もしですよ。もしエアフライヤーを使うんだったら、うん、まあ、いつも同じ料理を作った方がいいと思う。なるほどね。なんかね、ちょっとね、匂いが少し残るんですよね。あ、本当にそこに？はい。うんうんうん、だから、例えばなんかこう、それは難しいな、なんか。鶏肉みたいなものを。どういうこと？うん、あの綺麗に洗ってもやっぱり少し匂いが残るんで、あの唐揚げみたいなものを作った後に、まあなんかあの人によってはね、ちょっとマフィンを温めたりするらしいんですよ。マフィンを温めたり。マフィンを、うん、そうすると唐揚げマフィンみたいな。唐揚げマフィン、やだやだ、めっちゃ嫌だ、うん。まあ僕が買ったのはフィリップスのまあまあいいエアフライヤーのはずなんですけど。そうそう、話を覚えてる覚えてる、はい、ね、うん、結構値段もした、ね、そうだけど、やっぱりいらなかった。そうか、うん、残念な。キッチンツールってそういうのが多いですよね。あの、あるね、や、買ったみたけど、便利だけどなくてもいいな。なるほど、はい、なるほど、ね、はい、買わなくても別に良かったなっていうのは台所にいろいろあります、うん、そうか、はい、まあ、例えば、まあ、まな板とかね、カッティングボード、まな板、うん、え、なになに、まな板でなんかどういうことを 買わなくてもよかった、どういうこと。まあ例えばまな板持って、うん、まな板を持ってたんですよね、はいはい、当たり前ですけど、はい、あの板持ってて、はい、そして奥さんとなんか買い物に行った時に、なんかその肉のためのまな板があるといいよねみたいな、そのあ、ね、肉専用ね、肉、そうそう、肉は肉のまな板があった方がいいかな、別々してるな、うんうん、そうで買ったんですけど、なんか2つあってもなんかめんどくさいし、うん、結局肉のまな板で野菜も切るし、その結局まな板が2つになっただけで、あの、ね、両方で肉も野菜も切るんですよね。だから別に買わなくてもよかったなって感じです、ね、そ, うそういうのがフライヤーもったいないね、高かった。フライヤー、まあ、1ヶ月に1回 のフレンチポ、うん、フレンチフライ、あのそれもね、子供がなんか好きなんですよね、その、うん、エアフライヤーに自分で入れて、あ、そういう家庭を含めて好きなんだ、はい、そうそう、じゃあちょっと手放せないですね。そんな感じですよね、なんかのポップコーンマシンみたいな感じで、うん、別になくても作れるけど、なんかポップコーンマシンがあった方が楽しいからみたいな、そういう感じですね、うん、なるほどね。そうか、そうか。のりこさんもありますか、あの買って使ってない
あのね、キッチンツール。なんか、なんていうの、ジューサーっていうか、そうですよね、うん。でも捨ててない。なんか、奥の方にしまってあって、でも全然使ってないね。何のために買ったんですか、スムージー。私はスムージー、その通り。ちょっとなんか野菜ジュースとか作っちゃおうみたいなね。うん、最初の時だけだった、本当に。全然あとは使わない。何スムージー、バナナとか。バナナも作ったし、まあいろんなフルーツね、ベリー系とか、なんか冷凍のものをね、冷凍フルーツ買ってきて、うん、で、あとヨーグルトとか、まあいろんなものミックスして、うん、その時だけだったね、本当に。もう今全然作ってないです。どうあれ、なんかやっぱりちょっとめんどくさいですよね。うん、最初だけ頑張った。うん、けど今は作ってない。うん、もったいないね。はい、同じような感じで僕もあの昔カクテルシェイカーを買ったことがある。カクテルシェイカーあるある、うちにも。これは私が買ったんじゃなくて旦那さんが作り、あの買いました。やっぱりみんな買うんですよ ね, ね, ね。でも今使っていません。全然何回、ま、何回どこかにある、うんうん、しかも ね難しいって作んないんですよ、なんか結局マティーニみたいな。なんか簡単なだけね。そんなの、あの指で、指で、指で、指でステアすればいいでしょ。その、シェイクしなくてもいいんじゃない？そうか、そうか。シェイカーね、シェイカー。ね、トム・クルーズみたいに。そうそうそう。あるね、あるある。シェイカー。あるわ、うちにも。あるね、そんなものよくあるね。あと何があるかな、わかんないけど、なんか多分探したら出てきそうな、ね。いろいろありますよ、いろいろ。やっぱりなんか、そうですね。あの、まあいろいろですよね。なんかあの音楽のためのスピーカーとかも。そんなものあるの？高そうスピーカー。いやいや、安いやつ。あの、なんか。何が持ち運びできるやつと？そうそう、あの、まあ、USB でつけるタイプですけど、うん、最近のあの、Mac とか、まあ、うん、iPhone もそうですけど、そんなに音が悪くないですよね。ですよね。だからもうね、使わなくなっちゃったんですね、スピーカーを。ああ、もうそのままでいいや。うん、あと、いつもあの、イヤフォンしてるし。そうだね。うん。だから、スピーカーも全然使わなくなって。本当にあるね、あるあるですね、いろんなものがね。はい。はいはいはい。あと何ですかね、なんかいろいろありますよ、本当に。あの、買って使わないものね。そうそう。もったいないですよね。もったいないね、気をつけなきゃいけないけど、あるね、うん、買っちゃうんだよね。そうそう。あと運動グッズですよね。運動グッズ。はい。どんなものがあるの？私は運動グッズ全然持ってないわ、しないから。まあ、まあ実はダンベルを買ったときに、なんかダンベルをバーベルにもできるのバーですよね。おー、あ、そんな大きいの持ってんの？そう、ダンベルを、バーにつけるとバーベルにもなる。でも、一石二鳥のはずだった。はい、だけど、その、付け替えるのがすごいめんどくさいっていうか。ああ、やっぱそこか。重いしね。やっぱりね、めんどくさくなるんだよね。そう、めんどくさくなるんですよ。だからもう、やっぱりバーベルはバーベルを買った方がいいと思う。なんかその、重いのをつけるのが大変ですから、ね、そういうのあるでしょ。例えばソファーベッド。ソファーベッドあるあるです、ね。ソファーベッドは、まあベッドにもなる、ソファーにもなるけど、でも実は、いつもベッドでしょ。いつもベッドかいつもソファーですよね。どっちかですね。そう、変えるのめんどくさいですよね。わかる、うん、ゲストが来た時とか言うけど、うん、ゲスト来ないですか？来ないもんね、うん、なるほどね。どうするんですか？日本だとなんかさ、まあそんなソファーベッド売りにくいかもしれないけど、ちっちゃいものだとなんか、うん、メル、なんだったっけ、メルカリ、メルカリっていうものあったっけ、eBayみたいなね、そんなものがで売ったりするんでしょう、らしいですよね。僕はああいうのあんまり好きじゃないんですよね。うん、あ、じゃあ売らない。もうずっと持ってるか捨てる。いや、持ってるか捨てるかですね。もしくは、あの、そういう、まあ、あの、リサイクルショップとかで安く。そうだよね。持っていくかだね。もう、はい、もう無料でもいい。あの、そうそうそう、なんかその、引き取っていただけるなら。
まずですね、時間はやっぱり大事だから、あのメルカリとかをやる、メルカリっていうのはその eBay みたいなもんですよね、なんかすぐには売れないじゃないですか。あ、そうなんだ。いや、私やったことないからさ、全然。まあとてもいいものだと。結構大変なんだ。やっぱり大変でしょうね。そのなんか捨てると決まった後にちょっとタイムラグありますかね。あ、めんどくさいですよね。ずっと家にあることとか、あとはメールのやり取り ね。そうだね。うん。確かにその通りだ。はい。送らなきゃいけないんだもんね、それは。そう、ね、それでいくらになるかっていうとお金は全然そんなに大きくないんですよね。でも時間をたくさん使うし、あと気づかれね、気持ち気づかれ、はい、あとなんかもしなんか問題があったらなんかこう、まあ、確かにね、まあありそう、ありそう。そうだから、もしね、家の中のものを全部売りたいとか、そういう時はいいと思いますよ。うんうん、でもなんか一つのそのスピーカーだけを売りたいとかだとちょっと、まあ、とてもいいものだったら、ね、手間がかかるんですね。そう、とてもいいものだったらいいんですけど、まあなんか500円にしかならないものとかだったらそんなに時間を使いたくない。うん、難しいね。やっぱりちょっと、はい、僕のユニクロの T シャツとか誰か着たいですか？いや、そんなものは売ってないんだよ。売れるの？わかんない。てっぺいさんの大ファンの人がそれ欲しい。そういうの？うん、ちょっと変わった方が。いや、そんな人はいないと思うな。いやだ、ね。まあ、僕は結構いい匂いがしますけどね。はい、あ、そうか。はい、やだ。ココナッツのような。ココナッツ。はい。ものすごいと、あの、特別なこと言いました。マヌカハニーのような。まあ、なんかそうか、甘い、うん、甘い系ってことですか？甘い、はいはいはい、甘い匂いがしますよ。そう、匂ってみますか？いや、やめてくださいそんな話は。のりこさんは、いや本当に来ますよ、変な人から。僕に譲ってください。そう、そんな、 T シャツ、なんで僕なんですか？わかんない、今勝手に僕に譲ってください。そうそうそう、僕が買い取ります。はい、本当にそんな、そう、一緒にサウナ行きますよ。サウナ、あ、サウナ、サウナ好きなんですか？サウナ、今声が最近でも流行ってるらしいですよね。そうみたいですよ、はい、本当にサウナね、私はあんまり経験がない。まあ多分苦手でしょうね、あの暑いところ。あ、本当ですか？息苦しくなりそう、うん。なんか日本ではちょっとやっぱり男の人が多い気がするな。サウナが好き。近くにありますか？サウナ。あれ、できましたね。おお。はい、なんか最近東京にサウナがなんかオープンしてるんですよ、いくつも。うんうんうん、なんか流行ってるっていう記事が出ました。昔はサウナというとなんかおじさんっぽいね、違うでしょ、今最近は今なんかおしゃれなサウナで、うん、なんかあのちょっと何、会員制みたいな、ジムみたいな感じなの？ちょっとあのジムのようななんかデザインはおしゃれなコーワーキングスペースみたいなデザインで、でサウナもそのなんかフィンランド式とかスウェーデン式みたいな、そういうイメージですよね。ちょっとあの、うん、なんかこう、なんていうの、日本の昔っぽいサウナじゃなくて、なるほど、はい、うん、しかも女性が行きやすいサウナ、うん、はい、女性が行ってサウナに行って、そしてなんかこうマッサージとかそういうのもあるみたいな、そういうあのちょっとおしゃれなアップデートされたさ。行きたいですか？うん、好きだったらね、好きだったらいいかもしれない。そうですね。わかんない。サウナ体験、新しい試みとして。いや、僕はやっぱもう少し暖かいぐらいの方が好きですかね。暑すぎるのはあんまり好きじゃない。そうでしょう、やっぱ暑すぎるイメージあるよね。なんか温泉ぐらいでちょうどいいですかね。うん、バッと入ってバッと出る、もうそれでね、一回きりみたいなね、その方がいい。はい、温泉もね、暑すぎるよりもちょっとぬるい方が好きかな。うん、長く入れるよね。はい。だってあんまり入ったらその後なんかもう苦しいだけでしょ。
やっぱりそうかな、うん、軽く入ってね、軽く入って、うん、あのビール飲んで、うん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 、ね、のりこさん、のりこさんと僕はそういうタイプで、うん、ちょっとあのです、ね、うん、ちょっと汗流してね、うん、涼しい部屋であのまあビール飲みながら枝豆食べて、ね、そうだね、はい、ちょっとあの野球でも見ながら、野球、そうそうそう、日本っぽいですね日本の夏って感じですよね、うんうん、野球見ながらのビール飲む、うん、そうだね、うん、いや、もう暖かくなってきましたよ、そう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 ね、てっぺいさん、うん、まあゴールデンウィークも暑そうですね、じゃあね、まあね、のりこさんは普通と同じですか、今週だってね、こっちはもうそんなゴールデンウィークないからいつも通りですよ、全然、まあ、いいと思いますよ、それも僕あんまりこういうのはそんなに好きじゃないですからね、連休やっぱりルーティンが壊れるからね、うん、はい、ルーティン男としては、そうそうそう、うん、まあでもね、子供がいたらなんかね、ちょっと出かけなきゃいけないかな、どうなんですかね、最近子供もなんか他の子供と遊んでる方が好きなんでしょうね、ああ、それはそれでありがたいね、うん、はい、少しずつ、うんうんうん、そう、なんかこう、例えばね、この前ある日がありました、ある日あのまあ子供が遊ぶ場所があるんですけど、その、うん、なんか子供たちが集まって遊ぶそういうアクティビティがあるんですけど、うんうん、その日はちょっとまあ家に行ったし、うん、もう今日は行かなくてもいいんじゃないって言ったんですよね、その今日はパピとマミと一緒に遊ぼうよって言ったんですけど、うんうん、子供はいや、あそこ子供広場みたいな、そこに行きたい、なるほど、うん、いやでもパパもさ、あの今日レッスンないし、いいよ一緒に遊ぼうって言ったんですよね、嫌だって、嫌だ、パパと遊んでも面白くない、え、そういうお年頃になりました、うん、だってすぐに疲れるでしょなるほどね、だってすぐ疲れたとか言うじゃん、じゃん、言う確かに、うん、だってすぐなんか弱くなって動かなくなるじゃん、そうそう、もう休もうとか言うんですね、そうそう、ちょっと休憩、ちょっと休憩、なるほど、ある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 だ、それは、はい、だから子供たちと一緒に遊んだ方が、ね、いいらしいです、うん、まあ、それは楽だね、遊んで友達同士遊んでください、はい、まあ、ガキはガキ同士でね、遊んでればいい、そうそうそう、遊んで、僕は言うんですよ、あ、いいよ、じゃあパパはママとアイスクリーム食べに行こう。ずるい。あ、食べ物で釣るわけですね。そう、財産の、あの、そうそうそう、財力で、財力。そうそうそう、ね、美味しいアイスクリーム食べに行くんだよ。美味しいアイスクリーム食べに行こう。ね、うん、そしたらいいよ別にとか言って。あ、分かる分かる。あ、じゃあケーキも食べようかな。あ、来た。いいよ、アイスクリームとケーキだと。あ、じゃあドーナツも食べよう。あ、まだ揺らぎません。パンケーキも食べよう。嘘だ。そんなに食べたらお腹痛くなるよとか。ああ、そっか。そんなに食べられるわけない。うん、まあ、そうそうそう。頭いいな。そうそう、結構ね、頭が良くてですね。困ってますよ、最近。そうそう、釣れないね、食べ物で。難しい。まあまあまあ。のりこさん、今日もあれですね。この後レッスン、ね。はい、そうですね。頑張りましょう。はい、なんかあの、4月もね、もう終わりですから。はい。はあ、また来週はもう5月ですね。そうですそうです。頑張ろう。5月もよろしくお願いします、のりこさん。はい、よろしくお願いします。のりこさん、また今度。はい、ありがとう。また来週。はい、ありがとうございます。失礼します。はい。は